今回はセブンイレブンでおすすめのパンが4つほどあるのでそれを紹介します。まず1つ目がこちらですね。ふんわりチーズロールというパンになります。こちらよく見るとふんわりチーズロールロールということでね、なぜか伸ばし棒が3つついてるんですよね。ちょっとしたおふざけな感じなのかなと思いますけど、こちらがですね、多分表面にチーズが塗ってあってそれを焼いてちょっとこんがりとしたような感じのパンになります。これが結構ジューシーな感じでね、美味しいんですよね。柔らかめのパンにチーズが塗って焼いてるだけなので、思ったほどね重たくもないんですよね。カロリーはまあそこそこ463カロリーありますね。はい、結構おすすめです。2つ目、こちらの練乳ミルクフランスですね。これフランスって書いてるんでフランスパンだとは思うんですけどね、結構柔らかめのフランスパンになりますね。表面はカリカリしてる感じではなくて、まあ柔らかくて口の中に入れると結構モサッとしてるような感じのパンなんですけど、この真ん中に入っている練乳クリームですね、こちらがね非常に美味しいんですよね。練乳って書いてるんですけども、どちらかというとケーキとかのホイップクリームのような感じで、ただそれでも甘すぎないんですよね。程よい甘さで、このモサッとしたパンと一緒に食べるとね、程よくしっとりとした感じも与えてくれるので、結構いいバランスなんじゃないかなと思いました。カロリーの方が382カロリーということになっています。続いては、こちらの練乳クリームですね。おそらくさっきの練乳ミルクフランスと同じ練乳のクリームが塗られてあります。こちらはねどちらかというとこのパンは少ししっとりしてる感じかなと思います。このパンの良さは何といってもこの安さですよね。3個入ってて100円です。まあ1つあたりがちょっと小さめなんですけども、それでも結構ね満足感があります。次が最後ですね。こちらくるみ&練乳クリームということで、これはですね先ほどのこの練乳クリームにプラスくるみが入ったようなものと思っていただければ大丈夫です。練乳クリームの方は味は変わらないんですけど、そこにちょっとアクセントとしてくるみが入ってるんですよね。くるみの味はそこまでね味がないので、練乳クリームのですね味をあまり邪魔はしないんですよね。パンを食べてる中で少しカリッとするような食感があるので、そちらはね結構ね個人的には好きなアクセントになっています。くるみが苦手っていうわけじゃない方はちょっとこっちもねおすすめなので、よかったら買ってみてください。セブンイレブンってなんか中があんまり入っていなかったりとかそういう問題がちょっとあったりしますけど、これはね実際どうなのかっていう、開くとこんな感じですね。まあそこそこ入ってるんじゃないかなと個人的には思います。一口でクリームのところに到達はできるので、もうこんだけ入ってれば僕は十分ですね。はい、まあ、軽くちぎってこんな感じで、あんまりクリームが多すぎると今度は逆に甘ったるい感じになるかもしれないので、これぐらいの量でちょうどいいんじゃないかなと思いますね。でまあ結構ね表面上見るとそんなに入ってないのかなとも思いますけど、意外とね口の中に入れるとたっぷりクリームを感じることができますので、練乳クリーム好きな人はおすすめですよ。練乳クリームっていうのもいちごとかにかけるチューブみたいな感じでスーパーとかで売られてある練乳のような味ではなくて、味もケーキのホイップクリームに近いような味かなって思いますね。というわけでね、今回ははい、
というわけで今回はセブンイレブンのおすすめの4つのパンを紹介しました。なんとなく察していただけたかなとは思うんですけど、ただ練乳クリームが美味しいだけっていうのはまあ否定できないかもしれないですが、まあ練乳クリーム以外のパンでもまあいろいろとおすすめのパンはあるので、というわけで今回ね最近ハマっているパンを紹介しました。ではこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。